どうもこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。前半戦ビームライフル、後半戦170ミリキャノン。今回はこの任務を達成することで入手できるイベント機体、メモ使っていきたいと思います。はい、まずこちら同じ400コスト汎用機のガンダムと旋回、スラスター速度を比較したもの。旋回速度はガンダムとほぼ同じですね。スラスター速度はガンダムより若干上となっておりました。アーマーはガンダムが14000に対しメモ13000と若干低く、防御補正値合計はガンダムが45に対しメモは48。しかし格闘防御補正がわずか4という尖りまくった防御補正。シールドはガンダムのシールドより1000硬い3500のシールド。このシールドが結構仕事するため、対格闘パーツつければ結構しぶとく生き残れる印象。攻撃面も射撃寄りとなっていますが、リックディアスと違い副兵装がちょっと強いバルカンのみ。はい、盾が仕事しました。この機体で射撃だけで戦おうとすると兵装の回転率の悪さからと、お芋になるので、床でも投げてな。射撃寄りといえども格闘を振らないわけにはいきませんね。現在装備しているのがデフォルト装備のジム2用ビームライフル。ちなみにジム2はまだ実装されておりません。このビームライフルの他に保有していればジムライフル、ハイパーバズーカ後期型、170mm キャノン砲に換装可能。メモは格闘判定が中なのでバズーカ装備するならガンダムでいいんじゃないでしょうか。と言いつつこのビームライフルも強連撃、緊急回避レベル2持ちのジムカスタムが持てるため、ビームライフル装備ももしかしてジムカスタムの方がいいのでは。あれもしかしてこの機体ビームライフルをゲットするためだけに生まれてきた、身ぐるみ剥がされるための機体ですか？ビームライフルのヒート率がなかなかにヤバく、一射でオバヒゲージが 90% ぐらいぐんぐん上昇するため、バルカンでの時間稼ぎは結構しますね。しかし所詮ちょっと火力高いバルカン。うおぉ？外しても格闘があるもん。ビームライフル N 下叩き込めば大ダメージ叩き出せますが、このオバヒ率ではとてもできません。リックディアスやサイサリスのバルカンと違いよろけ値も高くなく、ビームライフル自体のよろけ値も低いのでマニューバーアーマー持ちを止めるのは困難。アクトザクも同じことが言えますが、アクトザクは回転のいいビームライフルと、高速カサカサ移動で案外なんとかなりますが、ネモ君はなんとかならない場面が多いですね。あと400というコストでタンク止めれないのも結構でかい。割と辛辣に評価してる気がしてきたのでネモ君のいいところを探しましょう。まずビームライフルの発射音バキューンが心地いい音色。加えて滑空飛行レベル3により空中対空時間がアップ。これにより高所からの奇襲が効果がふわっとなり追撃が遅れます。どうですか？君もこのネモで輝いてみないか？と。そんな感じのネモくんなんですが即よろけ兵装とカチカチよりな防御面にそれなりな機動性。終わりだ。下格闘でダウンしないだと、とましい足が支える脅威の体幹に一同驚愕。それでも、と振り続けろ、ネモおじ。はい、ネモくんなんですがいろいろ言いましたが汎用として最低限のものは持ってるので、何とは言いませんが、ズダ F のように使っててめっちゃきついとかそういった感じはないですね。即よろけ持ってる、硬い、それだけで味方の負担も減りますし押すし、AOS 怖すぎー。緊急回避を消費したのを Y は見逃さないわっす。そうでした、ジムカスは強連撃持ってる上に緊急回避がレベル2で見た目もかっこいいのである。旧機体にジェラシーを感じる新機体、どうもネモです。そういえばジムカスもイベント機体でしたね。ネモは機動戦士ゼータガンダムに登場する機体。ジム2の後釜として U5 の主力機となった機体。ガンダムユニコーンの私が一番好きなエピソードの4、重力の井戸の底からでも、結構活躍してるのでネモって誰だよって人はぜひ見てみてね。追撃が早いこのネモ、できる。随分粘りましたがどうやらここが私の死に場所のようですね。ハマーン様死に場所を見つけました。最後まであがいてみせます。敵多すぎー。ちなみにネモくんのビームライフルオーバヒ率高すぎ問題ありますが、ガルバルディくんの方がもっと深刻なオーバヒ率なのであった。オーバヒ覚悟の追撃、もらって、出たー。緊急回避レベル2マジで厄介ですね。
まあブラッディ・インフェルノで仕留めるんですけどね。ああ、ここビームライフルあれば倒しきれるんですが、残念。この時点でまだ45秒もあるので、前線行って勝手に落ちるやろと思い放置しましたが、これジムカス君がっぷり逃げてますね。とどめ刺しに行くべきでした。しかし一気延命逃げしているということは前線は枚数有利。俺が若い頃ならこんなチャンス拾わないわけがなかった。メモ君なんですけども、ビームライフル装備なら無人都市とかの方が向いてるかもですね。バズーカしかない一体とか初動やることないんだけど追ってなったりしますし、ビームを麻痺させたくなかったですが、6番機やばかったので疑るを得ませんでしたな。残り時間9秒、これが Y のラストスタンディング。装甲のすり減ってるやつを集中攻撃。チェスト王。はい、まあ悪くはないけどもビームならジムカス、バズならガンダムの方が活躍しやすいんかなって感じでした。ジムカスとアクトにない特徴として硬い、っていうのはあるかなと思います。後半戦は DP で変える武装、170mm キャノンで行くよ。この武装10万 DP ぐらいする非常に高額な武装、私みたいに DP あり余り万ならとりあえず買えばいいと思いますが、DP あんまりない万はよく吟味して買った方がいいと思いますね。まあ焦ることはないと思うんで、ゆっくり考えていけばいいのでは。射程が500と汎用機の武装にしてはロングレンジな 170mm キャノン、しかし爆風が小さめで、即よろけは取れるものの静止射撃で蓄積よろけ値も低く、マニューバーも実体の相手がビームライフルよりさらに苦手になり、支援機と思って仮に行ったブルーにゴーくんに、そのまま普通に狩られることもしばしば。はい、このようにイモるだけならどう考えても支援機乗った方がいいので行きましょう。170mm キャノンは連射間隔が4秒とバズーカの半分近い間隔で回せるのが強み。それだけきっと強そうですが、やはり静止射撃、射撃硬直が汎用機には重くのしかかりますね。加えてリロード時間も18秒と長く、その18秒の間この棒切れで戦わなければならないのである。爆風が小さいのは基本的にはデメリットですが、フレンドリーファイアしにくいというメリットも一応あり、おばひしましたがまあカチカチネモ君なら大丈夫でしょう。いたた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 た、なんやこのダメージ、バラッチのミサイル、やばすぎでは。さっきまで元気ルンルンだったのにもう残業中の会社員みたいになったんやが、これはもうダメかもしれませぬ。いてていててやめろやめろ。170mm キャノンは武器スペックで見た時に火力も高く、これを4秒に1発強いんじゃねって思うんですけど、普段支援機で撃ってるような武装なので、汎用で撃ってもものすごく威力が低く感じますね。汎用機に撃ち込んで2000ダメージ出ればいい方でしょうか。硬直があるため射撃格闘がビーム格闘やバズ格ほど入りづらいため、結果的に余ダメはあまり伸びない気がしますな。ドムバラッチが固着ですね。このキャノンでバチコリ倒してやりましょう。アカン敵さんのカバー早いですね。やはりマニューバーと豊富なスラスターがないと支援機狩りは無理んを。ここは諦めて普通に戦いましょう。と見せかけてのやっぱりバラッチ叩き潰しますよ。もう捕まえた。高速 170mm キャノン回転であの良い機。とどめの M 格闘。危ねえ。しかしキャノンはリロード中。そこは連邦の距離だ。連邦軍のサーベルはモーションが優秀。特に右上に位置取るのは自殺行為ですな。お、やんのかやんのか。こちとら蓄積よろけ取れねえぞ。逃げたか。今一回がこっちに来てたら私は格闘判定も中出した分普通に切り刻まれてましたね。緊急回避が、出ない？うまいことよろけ合わせされましたな。そのカウンターは男前スナカスです。よーし、Yのキャノンも頑張っちゃうぞ。さすがにフレンドリーファイアになっちゃうかなと思いましたが、この距離でも味方に当たらない安心の小さい爆風。砲撃が来るぞー。あ、
そうそう、この 170mm キャノン装備時のメリットとして、縦のカバー範囲がめっちゃ優秀なことがありますね。ご覧ください、このカバー範囲。対隠し率で言えばガードカスタムに次ぐガード耐性じゃないでしょうか。このシールドがあり限り早々はやられんよ。シールドさーん。しかしシールドが壊れるということはそれだけ守ってくれたということ。この世の全てのシールドに感謝。このドラッチめっちゃ前線来るやん。強襲さんチャンスですよ。捉えたり。あっそれはまずい。くぅー、つま先に当たっちゃいましたね。しかし追撃は来ず、セーフセーフ。シールドがないので不安になりますな。しかしメモでこれだけシールド優秀なら、ダカールメモとか実装されたら結構強そうである。さっきのフレンドリーファイアのよろしく多分誤爆で、この後謝罪されたんですけど、なんかチャット連投荒らし対策で普通のチャット打つのにも連投制限かかってて、使いづらくなってるんですよね。これも全て皆岡連子のせい。いやー怖い怖い。強襲機マジ無理なんだが、キャノン高回転なんで疑似羽も頑張ったらできそうですが、あれ狂う獣をこの静止射撃極小爆風でまずストッピングするのが大変。うおお、俺は生きるナムさんさせるかはい、ドムバラッチのミサイルが痛すぎて辛い戦いでした。この機体使うとなんか毎回陽動トップなるんですけど、多分弱そうだから狙われてるのかな。めっちゃ狙われてるのに悲劇つい少ないのはシールドさんさすがですって感じ。それでは今回はこの辺で。